はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回はマクロス7です。今日は20年以上昔のガレージキットを引っ張り出してきましたよ。でこれはまあ放送当時発売されていたプラモデルの方ですけど、まあ、こいつのパーツを使うアップグレードキットっていうのが昔発売されてました。テクトっていうメーカーがこのシリーズのオプションパーツを精力的に発売しておりまして、でこれ買いました。 VF17T 回ストームバルキリーを組み立てるためのガレージキットです。あと同時期にもう一つ買いまして、これがサウンドブースターの3号機、これも同スケール144分の1のガレージキットです。144分の1ですからね、今回は変形とかはありませんから、あくまでも珍しいものを見て楽しむ動画です。まあ、お値段のことを思い出すと笑っちゃうんですけど、まあ、当時定価500円のプラモデルに3300円のパーツセット、そして4800円のキットを使用して、まあ、とってもちっちゃなストームバルキリーが出来上がります。まあ、また言い訳しときますが、20年以上前のガレージキットですよ。でその後僕が転勤のせいで2回ほど引っ越しを経験してまして、まあ、箱の中でぐしゃぐしゃになってたやつです。まあ、ちょっとねちゃんと保護とかしないで運んじゃったもんで、まあ、でも今思えばその時捨てなかっただけでも僕偉かったんじゃないかと思います。まあ、今日はちょっと手直しした状態でお見せします。こちらです。まあ、現在のアイテムとかとあんまり見比べないでくださいね。まあ、そもそも基本的にプラモはパチ組のチャンネルですから、まあ、色が塗ってあるだけマシだと思ってください。で一応どういう感じで組み立てたのかをですね、ちょっとご覧に入れたいなと思うんですが、まあ、久しぶりに見たらちょっとグリーンが濃すぎるような気もしたんですけど、まあ、これそもそも説明書に、まあ、オリーブグリーンって指示があったんで、まあ、当時の僕は素直に従ったんですね。まあ、今回もちょっと塗装剥がれてるとことか、まあ、同じ色で塗っときました。でこの濃い色になってるパーツ、ここがオプションパーツ使用してます。まあ、もちろんレジン製ですよ。まあ、全塗装しなきゃいけないんで、今だったら絶対作りたくないですね。これ上半身は腕と背中以外はほぼガレージキットで、こっちのバンダイ製のプラモデルをそのまま組み立てるとこんな感じになります。当時はねバンダイだってこんなですから。まあ、プロポーションや関節可動もまあ90年代レベルです。ちなみにこの肘のパーツ、これもオプションパーツで、背中は元々のプラモデルのままですね。まあ、修理のためにバラしてましたけど、まあ、じゃあこれ完成させますよ。まあ、今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。で気に入っていただけましたら、またチャンネル登録やグッドボタン、あとツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。さあ、この脚部は全部プラモデルのままです。色を塗り替えただけです。で腰パーツは接着しないで、まあ、軸で差し込むようにしてあります。まあ、一応腰の回転ちょっとできるけど、まあ、やると塗装が剥がれるから勘弁してください。さあできました。144分の1スケールストームバルキリー、劇中レイとビヒーダが乗る複座仕様ですね。まあ、あの頃バンダイさんが出してくれないからこんなものに手を出してしまいましたよ。ちょっと近くから見せたくないけど見てみましょう。まあ、一応形になりました。いや2回目の転勤の時にはもうこれ実家に送ったんですよね。ファイターモード用のオプションパーツも出てたのかな。まあ、当時はもう経済的にこれが精一杯。まあ、今となっては欲しいですけれども。関節可動もちょっと壊さないように少しだけ。まあ、元々のキットも大して動かないですからね。もう今のガンプラとかと比べたら大違いですよね。あとこのバルキリーは100分の1スケールでウェーブからもガレージキット出てましたね。まあ、いずれにしてもサウンドホースは瓦礫に手を出さないと揃えられないという、まあ、その状況今でも続いてますけど。とまあこんな感じで恐る恐る動かしております。膝はちょっとしか動かないんだよね確か。もうここら辺はもうバンダイ製ですからね。最後に足首のボールジョイント稼働。まあ、パーツが干渉しない範囲でできるだけポーズ取らせてみました。
さあじゃあ次はこれも20年以上前のガレージキット、サウンドブースター3号機。まあ、これもお恥ずかしいですが、まあ、でもベージュ色で見せられるよりはマシでしょ。まあ、これパーツ接着してないもんで、まあ、ここに隙間とかありますけど、これわざとです。まあ、これ本来はこの単独飛行状態か、ヴァルキリーの背中への装着状態か、いずれかの選択式なんですけども、僕できるだけ差し替えて両方再現できるようにしました。まあ、最初にお見せしましたが、これがパッケージで、一応説明書もお見せしておきましょうか。まあ、こういうの興味ある方もいらっしゃるようなんで、まあ、これは今手に入れるとなるとオークションとかなのかな。ただ悲しいかな、そんなに価値はついてないです。まあ、とりあえずこれで我が家には144分の1スケールだけどサウンドフォースは勢ぞろいしましたので、まあ、ちょっと前のミレーヌ・ヴァルキリーの動画で、まあ、2機並べましたけども、いよいよ今日の後半は全部勢ぞろいさせてみますよ。さあそんなわけでサウンドブースター3機並べてみました。劇中でこの3機の発進シーンから、まあ、合体までがなんかスーパーロボット的で、まあ、あのバンクシーン僕割と好きだったんですけどね。じゃあここからいよいよサウンドブースター3号機を合体させてみましょう。まずこのねスピーカーのとこ分割します。ここね塗装が擦れちゃうのでちょっと浅めに差し込んであるんですよ。でこの軸は使わないんでね。で取り外したこのパーツは足のところに取り付けるんで、で本当は接着するんですけど、まあ、僕はこの太もものパーツをちょっと予備を用意してありまして、でこっちにジョイント部分を設置してあります。まあ、この商品前回のミレーヌ・ヴァルキリーの時と同様、まあ、無理やり脱着可能にしちゃいましたので、まあ、各部にちょっと穴とか開いてますので、そして今回も細かい箇所は真鍮線を使ってこうやって差し込むようにしております。この土台のグレーの部分はこのオプションパーツセットにもともとついてたパーツです。で今度は背中、これがブースターの土台になります。ここはねポリの軸で接続するようにしてます。重いんでね。でこのスピーカーを回転させて、そしてここに穴開けてありますから、さあこれでサウンドブースターの装備が完了です。まあ、背中にレジンの塊を背負ってる割にはなんとか自立が可能です。いや結構迫力出ますねこれつけると。というわけでついにサウンドフォース3機並べてみました。まあ、僕個人的にもこの3機並べてみるのは初めてなんですよ。もう壊れそうなやつらなんで、もうこんな危なっかしいことなかなかやれないです。ただね、前も言いましたけど、もうこの3機を完成品といで、もうこうやって並べられる時は果たして来るのでしょうか。もうサウンドフォース以外にも完成品出してほしい機種あったりするんですけどね。もう可変するエルガーゾルンとかほんと欲しいんですけど。そんなわけでこの後はエンディングお絵描き。今日はマクロス7に登場する美女の一人を描いてみようかな。今回の作品何か思い出とかエピソードありましたらぜひコメント欄にまた書き込んでってくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴を上げております。ちょっと返信ができてないんですけども全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方もどうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫。うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、まあ、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、引き続きサポートをお願いします。とは言っても、知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル。知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように、皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。
。